埼玉ダービーは日本のダービーマッチの一つ。J リーグに所属する浦和レッズと大宮アルディージャの対戦を指す。両、クラブとも埼玉県埼玉市をホームタウンとすることが名称の由来である。県内最大の人口を有し、県庁所在地として県行政の中枢を担っていた旧浦和市と同じく県の経済中心地であった旧大宮市との間で圧力があった。そのため、 埼玉ダービーは、ライバル都市同士の戦いという側面がある。浦和レッズ12勝7分9敗大宮アールディージャ、9勝7分12敗。浦和レッズ9勝0敗大宮アールディージャ、0勝9敗2020シーズン終了時点。J リーグ発足は1993年であるが、J リーグは、その準備段階のプロリーグ検討委員会第3回ヒアリングにおいて、各チームに対し、 チーム名から企業名を外せるかという提案をした。これに対し、元埼玉県サッカー協会副会長の松本、明氏は川淵三郎に、浦和と名乗ったら埼玉じゃ大宮の連中は絶対に応援しないと思うよ。だから三菱自動車の方がいいんじゃないかなと忠告した。これに対し川淵は世の中難しいもんだなと思わざるを得なかった、とのことである。 ありがとうございます。